はい、えー、皆さんこんばんは。お元気でいらっしゃいますでしょうか、えー。2020年12月23日夜の8時になりました。えー、私はマネックス証券チーフ外国株コンサルタントの岡本平八郎です。で、今回、えー、トンネルの先の光が見えた2021年の米株市場ということで、まああのトンネルの先というのをあの。 こういうい形でですね前回もお見せしてるんですけれどもあのちょっと写真といいますか表紙が違いましてですねこの表紙の写真のトンネルの話を少しさせていただければと思うんですが私もともと九州宮崎の出身でございまして、ねまあ、日南海岸といいます、えー、風光明媚な海岸沿いの田舎の町で実は生まれております。 でその近くにですね子どもの頃よく行きました鵜戸神宮というですねこれあの海岸沿いのこう絶壁の洞窟の中に、えー、神秘的で非常にあの美しい神社がありましてそれが鵜戸神宮っていうんですけれども実はこの写真のです、ね、このトンネルが鵜戸神宮の入り口になっておりましてでトンネルの先に見える明かりの向こうが 鵜戸神宮とまあ、あの非常にこう縁起がいいかなと思いまして。今回表紙に持ってまいりました。で、まあ、コロナ禍が明けた向こう側にはですね。また、以前のようにまあ自由に旅ができるような、えー、できるようになることを願いつつですね。まあ、その際にはぜひあの宮崎に来られたことがない方はですね。是非来ていただければなというふうに個人的に思っております。まあ,あの非常に大変素晴らしい、えー、きれいなところであります。 まず今年のですねアメリカなんですけれども、えー、先週私あのラジオ日経というあの経済ラジオ番組でですね、まあ、仲のいい司会者の方から今年のアメリカ株を振り返ってくださいとお願いをされまして、えー、どう回答しようかちょっと悩んだんですけれども私の最初の一言はですね 今年は不安いいいっぱいのマーケットででししたたねねという,ふうに申し上げたんです、ね、でその理由は皆さんも記憶に新しいと思うんですけれども今年は黒人のジョージ・フロイドさんミネソタ州ミネアポリスで,です、ね、白人の警官に殺されたというのをきっかけにまあ抗議デモが全米に広がっていったわけですよね。 で日本のテレビで放送されましたニュースの映像を見ておってもです、ねまあ、あの皆さんの中でこんなあのデモの様子ですね危険な国,に危険な国の,その株式に投資をしていいのかというふうに思われた方もいらっしゃったんじゃないかなと思うんですよね。でコロナ感染者数につきましても,もうすでにアメリカでは1800万人を超えております。 世界最大ですねで亡くなられた方も30万人を超えておるという状況なわけです、まあ、そういうことでして私はその今年のアメリカっていうのはまあ非常にこう不安がいっぱいなそしたらですねそのラジオのホストの方は私がこの「不安いっぱい」って言った時にですね「不安って何なんですか?」っていう顔をされたんですね。で 要は彼女の頭の中はこの一枚だったんですよ。今年のアメリカ株のパフォーマンスですね。S＆P500 の方これは12月21日までですけれども、まあ年初から14%上昇と、まあ配当込みのトータルリターンは16.4%と、でナスダックの方42%配当りますと43%を超えていると。 で今年はあの IPO が非常に盛んでした。非常にあのパフォーマンスがいい IPO がいっぱいありました。でその IPO 指数っていうのがあるわけなんですが、そこはなんと年初からですね121%上昇というまあそういう年であったということであります。でまああの最近個人の投資家の方とお話をするとですね。 アメリカ株そろそろもういいんじゃないかとピークをつけるんではないかという,こう意見もあるわけなんですよ。でただまあ来年どうなるかということでまあ結論を最初に申し上げますとですね、まあ、来年もいいマーケットがやってくるだろうというふうに考えております、はい、結論なんですけれどもこれが2019年から今までのあ2020年そして21年22年。 の、S、の、e、の S&P500 EPS 予想なんですねで今年は現時点では前年比でマイナス 7%EPS は141ドルとで2021年ですと172ドルで22%の増益になりますで22年になりますと、まあ、16%ということで、まあ、これから2年連続して2桁成長が続くだろうというのがアメリカのマーケットなんですね。で 私はその来年末のターゲットというのをですね、えー、この来年の翌年2022年の EPS199 ドルまあ約200ドルですよねこの200ドルの20.5倍の4100ポイント S&P500 で4100ポイントですからここから大体11%くらいかと思うんですけれどもっていうのを目標としております。 でこの20.5倍の根拠なんですけれども、まああのえー、歴史的な S&P 0 0の予想 EPS をベースにした PR というのは大体18.5倍くらいなんですけれども、まあ、現在 FR B がです、ね、FRB、え、が、ー、低金利政策とのをやっているとゼロ金利政策をやっているそれから市場に対して、えー、徹底的なその流動性の供給を行っていると。 いうことで、まあリスク資産が上昇しやすい環境にあるということで、えー、バリエーションというのは通常のバリエーションよりも高くていいんじゃないかと。ですからまあ20倍を超えます。ただまあ21倍の手前ということでまあ20.5倍っていうのを入れて見ますとだいたい4100ポイントぐらいになるのではないかなというふうに考えております。で、えー、このリスク、この数字のリスクなんですけれども。 来年です、ね、先ほどもアメリカのほうで経済コロナ対策経済パッケージを通過したというニュースが流れておりましたけれども可能性として実はこ4100を超えてしまう可能性もあるのではないかなとむしろそれがリスクではないかなというふうに思っております。 これは何かといいますと、えー、今年の第一四半期第二四半期第三四半期第四四半期、えー、まああのー、アナリストの予想ですねでさっきの数字もあのこれはマーケットのストラテジストのコンセンサスの数字を使っております。で、えー、まあ第四半期今回はあ前年同期比でマイナス18%でしたと。 まあ、それが第二四半期になりますと、マイナス三十一一パーセント。もっと、あの、もと悪いっていうふうに思われておったんですけれども、実はそんな悪くなかったっていうのが現状でありました。で、第三四半期、直近出たものですね。これマイナス七パーセントだったんですね。で、これが、第四四半期、まさに今走っている、あの、第四四半期なんですけれども。来年の一月の半ば以降に数字が出てまいります。こちらの方が約まあ10、十パーセントくらい。現役なんですね。で、その後なんですけれども。 来年のの第一四半期の決算これは前年比でプラス16%で第二四半期になってきますとプラス 44%, 44. なんですねですからえ来年の,その1月以降まあ来年の1月以降はこのマイナスの数字来年の1月2月の決算発表の時にはマイナスの数字が出てくると思うんですけれどもまあその後ですよねまあプラスの方になっていくと。 いうこ,とでまあ、この収益が伸びてくるというわけですから、まあ、株価の方も上がってくるのは全くおかしい話ではないということで、えー、楽観的に見ておりますあとそのマーケットをこの取り巻く環境ということでちょっとお話をさせていただきたいんですが、まあ、おさらいも兼ねてということで今年起きたことのリビューなんですがまずワシントンでございます。 新しい大統領は民主党のバイデンさんということで決定とで議会の方ですが下院の方は民主党が主導権を握りますけれども、まあ、議席数が前回と比べて選挙前と比べて減ったということでありまして、まあ、今までよりも民主党の力っていうのは弱くなるであろうとで上院の方なんですけれどもこれは来年の1月5日に ジョージア州で上院議員のあの選挙が残っております。で、これでまあ共和党がですね上院の方主導権握れるかどうかというのは確定するわけなんですが、まあ、現時点ではですね上院は共和党が過半数をキープすると主導権を握るというふうに見られております。ですからこういったまあいわゆるねじれの状況っていうのをマーケットは交換していると。 でまあ、結果としてですね、まあ、バイデンさんはその増税をするぞとかです、ね、あと規制強化をやるぞというふうに言っておったわけなんですが選挙の時に、まあ、彼がやりたかったような形で行うのは難しいだろうということで、まあ、こちらマーケット交換しているということであります。でコロナ対策の経済 まあ経済対策ですね議会ああを通ったということで9,000億ドルとまあ約93兆円のパッケージなわけなんですがえまあこれはあの実はあのもう今年の8月の頭には合意に達するだろうと言われておったんですけれどもまあ民主党共和党の意見が合いませんでえやっとほぼまあ5か月ぐらい遅れてですねえ決まったということなんですね。ただこの 9,000億ドルの数字につきまして早速トランプ大統領の方はですね9,000億っていうのは少ないと小さいとこんなんじゃダメだとディスグレースだっていいますと、まあ、あの不名誉とか恥とかっていう意味なわけなんですが、まあ、彼も残りあと1か月ないわけですから、まあ、最後にでっかいこうあのまあ プレゼントって言いますか、えー、パッケージをやっていきたいんだとそういうことじゃないかなと思うんですがで今回のパッケージもともとの案ではです、ね、600ドルを個人に配ると1人当たりで、まあ、6万円ですよねでこの6万円なんて少ないって言ってるわけでしょ2,000ドル、まあ、20万円くらい配るべきだというようなことも言っております。 でこの2000ドルの金額につきましてはです、ねまあ、トランプ大統領とあの民主党のナンシー・ペロシ下院の議長ですね、まあ、この2人非常に仲悪いんですけれどもこの2000ドルっていう数字に関してはです、ね、この2人意見が合うということで、まあ、今後何らかのです、ねまあ、ポジティブな進展が起きるんではないかなというふうにあの考えております。 でこの現金ですね本当にあの必要な方も,とても多いとは思うんですけれども、まあ、前回、今年の春に起きましたのはこの金額1200ドルだったですかねあの一部株式市場に回ったという非常に有名な話がございますけれども、まあ、今回も株のトレードにです、ねまあ、回す人もいるのではないかなと思います。であとあのバイデンさん、えー、昨日の記者会見で、まあ、自分が大統領に就任した後にですねより大きな経済対策を追加で発表すると。 いうふうふに言っておりますであとインフラ投資の件も触れておりましたんで、まあ、来年前半ですねマーケットというかまあ経済の方に資金が流れるということになるんだろうなということであります。であとあの金融市場が最も気にする政府高官のポストということなんですけれども、まあ、財務長官というのがあるわけですね。でバイデンさんはあの時期の 財務長官次の財務長官に元 FRB 議長のジャネット・イレンさんを任命したということで、まあ、あの彼女株式市場金融市場にとって非常にフレンドリーな方だということでこの人事発表を交換しておりますであと貿易戦争貿易交渉、まあ、貿易戦争と呼んでいいかと思うんですけれども、まあ、トランプ大統領の方ですねこれは日本語といいますか日本人には通じますいわゆるそのジャイアン外交を やってきたと、まあ「ドラえもんのジャイアン」ということでちょっとこうい,じもいじめっ子的なです、ね、貿易交渉を行ってきたわけなんですけれども、まあ、バイデンさんの方はもっと政治家らしくですねこれは決してあのバイデンさんが中国に対してこう甘い対応をとるということではなくてあくまでもその交渉の仕方の違いということであります。 でまあ、トランプさんの突起にです、ねえー、関税引き上げられたわけなんですけれどもこれも見直しの方向に向かうだろうとでこれは実はアメリカの企業にとってプラスに働くというふうに見られております。でインフラ投資なんですけれどもあの、まあ、バイデンさんアメリカ老朽化しましたです、ね、インフラの近代化それからクリーンエネルギー投資を公約に挙げ取るわけです。で アメリカでの,その大型のインフラ投資というのは決してこれはあのバイデンさんだからやる必要があるということではなくてですねまあアメリカ行かれた方はご存知だと思いますがまあいろんなこうインフラが古いわけですよまあそういった意味ではどの大統領であったとしてもやらなきゃいけないこれを誰もやってないというと語弊ありますけれども十分にやってこなかったということでまああのバイデンさんを公約として挙げたわけなんですが、ま。あ 本来ですとトランプさんが再選されたとしても彼も何らかの形の,です、ね、そのインフラ投資というのをやっておっただろうとや,やるだろうというふうな話であります。でこのインフラクリーンエネルギー投資バイデンさんの選挙の公約ということでありますのでき、まあ、昨日の記者会,館記者会見でもです、ねまあ、自分が大統領就任後インフラ投資をやると言っておりますので割と早いタイミングで,です、ね、こういう投資が行われるだろうと。 ということでまあ恩恵を受けるのは株式市場の一部のセクターなのかもしれませんが間接的にですが、まあ、マーケット全体にとってももちろんいい話であるということであります。でリスクですけれども、えーまあ、バイデンさん皆さんご存知のとおり高齢だとご高齢だということで、まあ、大統領辞任の可能性もあるとそれからまあコロナワクチンアメリカではあのもうすでに配られ始めておりますけれども まあそのワクチンがまあロジスティック等の問題で,ですねえアメリカ国民にタイムリーに行かないというようなことがあるかもしれませんとあとまあワクチンがあっても受けたくないという方もおりますでしょうしあと副作用の問題もあるかもしれないとまあこういったですねニュースがあのマスコミに報道されるとですねいわゆるそのマスコミメディアによるえ報道のヘッドラインリスクと。 いうことでまあ今年もあのヘッドラインリスクでマーケットを時々こう下がりましたけれどもまあ,あのマーケット嫌がるということでこういうことも来年起きただ歴史がですね示してきたようにですね、まあ、そういった理由でマーケットが下がるようなことがありますとこれは長期的な視点で投資をする人にとってはまあ最高の,あの買い場であったと。 いいううこことととで来年も同じようなことになにると思いますちょっとマーケットのです、ねまあ、現状のチェックこれ毎月やっておりますけれども今マーケットどういう状況なのかっていうのをこう確認していきたいと思うんですが。 まあ、マーケットが買われすぎか否か70%を超えてくるとマーケット買われすぎで30%を切ると、まあ、あの売られすぎだというふうに、まあ、一般的に言われているわけなんですが、まあ、マーケットはですね10月に確か7%くらいだったかなと思うんですけれども、えー、調整をやった後に、まあ、高値更新を続けておるということで、まあ、ここのところを見ていただくとですね とって変われすぎではないんですがやはり変われすぎのレンジに入ってきているということですから、まあ、あの長期的に上昇するためにはです、ねまあ、何らかの形の調整っていうのは必要なわけです、まあ今年中にないかもしれませんが、えー、調整があるということはあの覚悟といいますかあの心の準備はしておいた方がいいのではないかなと思います。 ただ調整といいましてもここで2割下がるとかっていう話ではなく、まあ、あっても最大10%程度の下げぐらいで止まるのではないかというふうに思っております。マーケットのセンチメントですねこれは2000年から今までのブルーが S&P500。 そしてこのオレンジのラインなんですけれどもこれはあのブルー引くマイナスですね、えー、強気の人,た人の数字からまあ弱気の人を引いたところのまあトレンドなんですけれども、まあ、現在この18%くらいのところなんですね。でこのブルベアのその差のです、ね、平均っていうのがだいたい5.5%くらいなんですね。ですからまあ今確かにちょっとあの 強気の人が多いんですが、歴史的に見てみると、まあこういったところあるわけですから、すごくこう個人投資家がマーケットに対して強気すぎるという感じでもないというわけであります。これがまあマーケットの現在のセンチ,センチメントだということですね。マーケットが大きく下がらないであろうというまああの根拠なんですけれども。 これは2007年から今までのアメリカのマネーマーケットファンドの残高の推移なんですがこれは ICI というところのデータなんですがこのブルーのところが機関投資家のキャッシュそしてこのオレンジ黄色ですねこれがリテールということで個人のキャッシュの比率の金額なんですけれども見ていただくとですね これ2019年の12月31日約3,700兆円あったんですがそれがです、ね、あのコロナ後の2月3月の株価の暴落の時には450兆円までいったわけですほとんんど500兆円ぐらいまででったんですでその後にマーケットが上がってくるにつれてキャッシュも少しずつ減っていったということなんですが。 いま実は440兆円の現金がアメリカにあると、まあ、兆円はすごくあのかなりの金額なわけなんですが、まあ、歴史的に見てもです、ねまあ、非常に多い金額の,あのキャッシュがマーケットにあるということですから、まあ、あのなかなかこう株のマーケットもです、ね、キャッシュはいっぱいあるしさっきお話をしました FRB の,あの緩和的なスタンス ということで、えー、まあマーケットなかなか下がりにくいんだろうなというふうに思います。で、来年のマーケットのですねポイントということで、えー、お話をしますと、まああの結論といいますか、えー、考え方なんですが、まあ後ほどあのデータをお見せしますけれども、経済回復の恩恵を受けるまああのバリュー的な銘柄がですね、まあ来年 今までずっと変わらなかったんですが、それが変われてくるだろうということで、まあバリューがグロースをアウトパフォームするような局面が出てくるであろうということです。ただだからといってグロースカバーが上がらないというわけではないと。あとはあのガーファム、えー、これはあの長期的に成長するというふうにあの思っております。 ですから株価が来年下がるような局面がありますと、えー、そこはまあ長期的な視点で,です、ね、投資を積みます非常にいいタイミングがやってくるというふうに思っております。それから、えー、IPO ですね、まあ、来年も新規上場あの引き続き活発になるという予想でありましてただ、まあ、IPO につきましてはあのお取引された方ご自分で経験されてらっしゃるかもしれませんけれどもやはりこうタイミングって非常に大切であります。 えなので、えー、まあ注意をしながらしかしながら非常にこう素晴らしい新しい会社が出てきておりますので、えー、ぜひ IPO のトレードもあの面白いんじゃないかなというふうに思います。あとですねそのこちらなんですけれども、あのー、アメリカの,その米国運輸保安局。 が出しているデータなんですけれどもこれは要は空港のセキュリティのチェックポイントを通った人の数今年と1年前を比較しているんですねですからこのこれは3月5日になってますけれども、まあ、コロナがやってくる前は去年とほぼ同じぐらいのレベルだったんですがそれがだんだん,だん,だんこう旅行しなくなってきて ちょうど4月あたりがもう最悪去年の5%程度の人たちしか旅行をしなかったという時期があったんですが、まあ、それが徐々に回復してきたということで、まあ、あの最近またコロナが悪化したということで悪化はしておるんですけれども、まあ、これあの非常に何て言うんですかねアメリカのこう経済活動というかまあ旅行あの人の移動ですよねこの移動が非常に分かりやすいデータになっております。これあの実は実アメリカの,その,あの運輸 保安局のホーームページに出ておりますのでご興味のある方はモニターされたらいいんじゃないかなというふうに思います。ということで次はですねここ何回かお見せしておりますアメリカトレードステーション私どもの関係会社でありますけれどもトレードステーションのデイビッド・ラッセルの方からアメリカの投資家のトレードステーションのお客様の動向をということでビデオをご覧いただきます。 it's great to be with you. Um, well, it's been another interesting month here in the United States in terms of the equity market. The S and P um, has pushed over thirty-seven hundred for the first time. And um, you know, one of the main focuses really on people's attention in the last few weeks have been the flood of IPOs, the initial public offerings. A lot of these new companies have come to market, like Airbnb, DoorDash. Um, those have really gotten a lot of attention and you know excitement from people. Um, and then we also saw people just continue to be buying some of these newer companies, gotten very active in companies that went public over the summer, like Snowflake or Palantir, that went public a few months ago. These stocks have also been extremely active. And you know, in some ways, what's really happened is they've kind of abandoned, for at least for now, they've abandoned the really big companies like you know Facebook, Apple, Amazon. A lot of those stocks have just drifted and done nothing, um, you know, since September as people have focused on all these kind of smaller companies. But, you know, that won't last forever. And there are some things happening. So I want to just talk about a few things with some big companies that, that, um, that people might know over there off the bat. And, and I think the most important, even though it hasn't rallied that much yet, is Apple. Um, Apple right now, um, you know, back about two months ago, they rolled out um, their iPhone 12. And um, we started getting some news about a month uh, of, you know, toward the end of November when um, we had some analysts come out and start saying they were seeing evidence that the iPhone demand for these new iPhone 12s was strong. Now, what everyone is hoping for is a big upgrade cycle. Apple had that back, you know, several years ago, maybe around 2012 or 13. It is huge upgrade cycle, and it was a, a major catalyst for the stock. And um, when we look right now, you know, Apple has not had a lot of iPhone, you know, like huge demand for a while they've been focused on these new businesses like you know software and services but if they go back to having significant you know growth in, in volumes that has all kinds of implications for the technology sector um, for apple for the nasdaq um, it's a really big deal um, there's a lot of evidence that there's a lot of people with old iphones and they're going to be interested in doing um, you know upgrades of those phones um, another thing that's interesting is um, just this, um, you know, a few days ago, um, the, out of Japan, Nikkei News Service reported that iPhone is looking to raise its production um, of iPhones um, almost 30% in the first half of next year. So, Apple is something that is just starting to get back on people's radar, and um, it's definitely something to be paying attention to. Now, another major company that's, um, you know, hasn't done much for a while, but is starting to get active again is Disney. Uh, Disney recently said uh, that they're going to have 350 million digital subscribers by 2024, which is several years. They reached their their earlier target several years ahead of schedule. Um, so here you have an old economy company that, on one hand, has really struggled because coronavirus has shut down its theme parks, its advertising, and the television business. But now you have this entirely new digital narrative that is totally taking off it's drawing all kinds of, um, of excitement, the stocks hitting new highs. and i think it kind of highlights what we're really seeing in the broader u.s. market, which is you, we have a kind of combination of forces. on one hand, um, you know, we have the idea of the u.s. economy reopening um, with coronavirus vaccines coming out in the next several weeks and months. people are already starting to get vaccinated. it's going to, you know, only increase um, in the, into the new year. so that on one hand creates a potential for a reopening of the american economy. Um, and then at the same time you have the flip side of that which is a kind of new economy so on one hand if you think there's going to be the re, you know if you're looking for the reopening of the economy investors can focus on stocks like you know retailers hotel stocks travel stocks airlines industrials financial stocks all those companies will benefit from the economic you know rebound now those have been the stocks that have really outperformed you know since the election since November um, and in some ways, we've seen a weakening of those trades for now. In some ways, what's happening is we're seeing, you know, return to the coronavirus situation um, because um, a lot of the job numbers, you know, what we what we've really seen is interesting is as the coronavirus cases have gone back up, you know, here in the month of December, what's happened is is that the hotels and the restaurants, which employ tens of millions of people, they're starting to shut down again, and we're starting to see that cause job losses. Um, and that is in the near term, the economy is actually getting worse. Um, there's been multiple economic reports uh, that have not been good recently. However, you know, this is because we know that there are the, you know the kind of the economy shutting down again. But then you have on the other side of it, you have this idea or the expectation of the vaccine coming out pretty soon. And so you have all the negative, but at the same time, there's a strong reason to believe it's not gonna remain a negative for a long time. So it's kind of like you see with Disney. On one hand, you have a bullish story from the economy being shut down and the streaming video that lifts things like streaming video and then other companies in the technology sector. So if you have the pandemic, then that is good for certain stocks. But then if you have the pandemic going away, it's good for other stocks. Some of the other major sort of companies in the economy, and I think it just kind of shows that this is a situation where um, you know it's hard, um, you know, it's hard to really sustain a, a truly negative um, you know narrative for now. Now you know you never want to be overly kind of um, optimistic about things, and in many ways the market now can expect and price in you know either scenario coming out in terms of things getting better, and then you always have to be careful. You know, after that happens, you know, very often people, as the saying goes, they buy the rumor and they sell the news. Right now, the market is pricing in um, both of those two positive forces. Now, the other major story that's happening is the Federal Reserve continues to keep interest rates very low, and that is causing a big downside pressure, you know, on the US dollar. So that as well is a positive because that creates you know demand for um you know emerging market stocks. Um, a lot of different global equities, interest rates low, also good for technology stocks. It gives people a sense that things like the housing market um, is going to get better, and that's going to create jobs and other demand in the economy. So, when you kind of look at all these different pieces, there's a lot of positive forces that continue to come together for the US equity market. And I think it's really a result of the fact that it is such a diverse market, but at the same time, um, the dollar was high going into this crisis. Which gives us a situation for the dollar to weaken. And that is something that also creates a positive pressure, you know, on equities for, you know, potentially a, a while to go still. And then when you think of the crisis lifting, then you have the potential for an economic recovery. The other things I think are important to remember is, is that we do have a giant new generation of investors who've entered this market right now. So there continue to be a lot of these positive forces coming to work. And at this point in time, the market kind of continues to focus on the positive um, and look for that sort of, um, you know, that sort of recovery. So I think the other thing I wanted to emphasize here that, that really stands out to me is, is when you think about right now in the U.S. stock market, um, like I said, you know, Facebook, Amazon, Alphabet, a lot of these companies haven't done very much um, in the last few months because people have been focusing on smaller companies but when you really think about it that's not a bad thing at all what it means is there's people discovering new kinds of companies new stories new areas of growth and in many ways that is a healthy thing because people are not overly relying on your single handful of giant you know companies like Apple and Amazon so i just want to mention a few others that have been you know really interesting you have a company like Etsy E T S Y there's a company that allows um, individual you know, artists and um, you know, um, people who make crafts and different kinds of products to sell them um, and it provides this kind of integrated marketing solution so on one hand it's kind of like um, an old-fashioned consignment shop or something like that but at the same time what it does is it uses all the power of, um, you know, of databases and you know, intelligent marketing and this is a company now that has become a major player um, in e-commerce and it still has you know significant you know sort of um, areas for growth when you think about it this is creating new parts of the economy that didn't even exist five years ago people now producing this way people now shopping this way then you have another similar company like stitch fix s f i x had a, an amazing quarter recently here's a company that's using artificial intelligence to let people design their own wardrobes and then to use all kinds of modeling and predictive software to help people get the right kind of clothes. Again, you're looking at an old business like apparel being completely reinvented in a new digital way. You have a company like Carvana, which has completely disrupted the, um, the used car business, which was traditionally a very old fashioned business with a lot of individual merchants. It's now a completely digital experience. You have another company like Bill.com. B I L L, which is using all kinds of artificial intelligence to allow small businesses to do different kinds of payment systems. And another company like Zillow, which is letter Z. This is another company that is um, you know, completely disrupting the real estate market and changing the way people you know, do real estate and find uh, real estate agents. So that's just a handful of what's happening. There's other examples as well. But the thing about these companies is, aside from Etsy, none of them are in the s&p 500. Um, these companies have significant runway in front of them. so on one hand, you look at the american economy, parts of it are doing very badly. we have shopping centers that are closing all over this country. We have, we're probably going to end up with too much hotel space, um, things like that. on the other side of this crisis, however, there's whole other areas that are rising up and, and delivering, giving to investors the opportunity to put capital to work and to expose themselves to growth. And I think it's just important to realize that, that this market just continues to evolve right in front of us in the middle of this pandemic, and um, and that's one of the reasons why we just continue to see a kind of um, positive enthusiasm for it. You know, at least for the time being. You know, you look at some other stories. I did want to just mention that there is uh, some antitrust activity that like, kind of happening to a company like Alphabet or Google. But that's again another one of these things where um in another market that might be a problem but the market doesn't rely on a giant company like alphabet right now um you know, as i also look at some of the things we've seen on um on tradestation in the last um in the last few weeks we have seen clients moving to some of these smaller companies these newer companies like palantir you know snowflake airbnb so there has been um you know this total embrace of these newer companies by our by our investors um so, overall, it remains a story with a lot of things going on. You have the positive catalyst of the vaccine that's coming down the road. You have the positive catalyst of the Federal Reserve that um, is keeping interest rates low. You have the positive catalyst of this whole wave of new companies that are coming in and interesting investors. Um, so, those are the forces we just continue to kind of see at work here. And now we're settling into a situation going into the end of the year. Um, when a lot of people have not necessarily participated in the market, we have seen you know after the election, we saw a big swing toward kind of um, a positive enthusiasm. But you know this is still an area where people at this point are still kind of you know coming into the market you know as we move toward the end of the year. So those are the main things we've um, you know we've really seen that that I think are worth highlighting. I would just kind of encourage people to really you know investigate some of these new companies. Read about some of these American IPOs that are coming out. Look at some of the companies that, um, that have kind of you know transformed themselves, and, and some of the older companies that are coming back. In some ways, companies like you know the Disney's or um, you know companies like Apple. There was also um, recently an interesting upgrade of something like a, of Microsoft. Some of these companies have done nothing for a long time either. And when you think that the big cap names have not moved for a while. はい、えー、デイビッド・ラッセルのレポート、いかがでしたでしょうか。が、えっと、ででししたょう私あの、実はあの先ほど、えー、入手したのがです、ね、このアメリカのトレードステーションで、えー、12月。 今月に入りまして最もアクティブな20銘柄ということで実はリストちょっと時間がなかったんで手書きになってしまったんですけれどもこれですね、えっと、テスラから始まりましてニオアマゾンアップルモデルナ999それからプランティアそれからアドバンスマイクロボーイング、まあ、こういうですねこちらからこの銘柄がトップ10のトレードステーションで最も アクティビティの多かった銘柄だということであります。あでもご参考にということでお見せしております。はい、ではあのガーファムということで、えー、まああの一応 Google、Apple、Facebook、Amazon、Microsoft ということなんですが、こちらのですねガーファムの平均の去年と今年のパフォーマンスをちょっとこれをお見せしております。 えー、2019年 S&P500 が29%上がったところ GAFAM の方は50%こうですねはい上昇しておりますこれが2019年です,19年ですねそして2020年ですけれども12月17日までなんですが S&P50015% 上昇している中で GAFAM、えー、の方は51%ということなんですね。で、まあ 今回,今回といいますか今年マーケットをかなりアウトパフォームしてですね、えーまあ、あのこういった銘柄 S&P500 の時価総額の20%を超えるというような状況になったわけです。で結果としてまあちょっとあの買われすぎだとあの問題じゃないかというような、まあ、批判的な意見もあったわけなんですが、まあ、じゃあ何で上がったかというところなんですけども。 これはの今年来2019年の GAFA の EPS の伸びそして20年で来年再来年の予想なんですけれどもこれ平均で見るとです、ね、例えば去年去年は S&P50029% 上がって GAFA50%S&P500 実は1%しか増益してないんですよね去年はね。まあ、それは2020年に対する期待感というのもあったわけなんですが。 GAFA の方は6.2%ということで、まあ、あの5%ほどですね S&P500 の EPS の伸びをアウトファームしていると。で今年につきましても S&P500 はマイナスの7%だったわけなんですが GAFAM の方は19%プラスということで、まあ、26%以上こうアウトファームしていると。まあ、ですから GAFAM は買われてるわけですよ。わわれるるにはちゃんとこう理由があるわけですね でまあ、これで来年なんですがただちょっとこちらを見ていただいたほうが分かりやすいかと思うんですけども、えー、今年去年今年につきましてはこういう形で顕著に S&P500 このブルーの線ですねをアウトファームしましたガーファは。ところが来年になってくるとですね、まあ、S&P500 が g a ファの伸びをこう上回るような展開になるんですね。 ですから申し上げているのは、まあえー、S&P500 の中に GAFA よりもいい銘柄があるだろうと上がってくる銘柄が出てくるだろうということだと思うんですがだからといってじゃあ g a f a の銘柄がダメかというとそういうことはないと思うんですよ。まあ、あのいい銘柄いっぱいありますアップルもそうですしアマゾンもそうですけれどもなので g a f a ムっていうのは決して今年とか来年の銘柄っていうわけじゃないです。 私は強く思っているのはもう2000例えば25年2030年に向けてです、ね、上昇してくると引き続き上がってくるというふうに思っていますので、えー、そういった意味で,です、ね、今年ごめんなさい来年ですね2011年にちょっとこうラグするマーケットをアンダーパフォームする局面があればそれは長期投資をする方にとってはもう絶好の会話であるというふうに考えております。はい、えー 先ほどのグロースよりも来年はバリューの方がいいんではないかなというようなコメントを差し上げました。でこれは2015年から今までのこのグリーンがグロース指数のパフォーマンスそしてオレンジ色がバリュー指数のパフォーマンスなんですけれどもでこの下のところがこの差なんですね。これを見ていいただきますと、まあ、明らかにです、ね、長い間 えー、グロースがバリーをアウトパフォームしてきたということなんですけれども、えー、今年の10月くらいからですかねちょっとこう状況変わってきましてですね、えー、バリューがアウトパフォームする局面が出てきてるんですよなので、えー、来年まあ当然その経済が回復してきます企業業績も えー、回復してきます。ということですから、まあ,あのこの局面でですね。えー、バリュー銘柄をポートフォリオの中に加えられるのはいいのではないかなと思います。ただ、一直線でバリューが上がるっていうふうにも考えておりません。 えー、多分ローテーションをしながらですねバリューが変われグロスが変われバリューが変われグロスが変われってこういう,こう繰り返しを、まあ、過去1か月2か月もそうだったんですけれども、まあ、そういう形であのこうローテーションが起きていくんじゃないかなと思っております。じゃあバリューでで具体的に何がいいいかというとうん、例えばですけれどもあの、まあ エアラインですとかですねあとあのホテルですとかですね、えー、カジノとかですね、まあ、そういったところが代表的なところとして挙げられると思います。で銀行株このところずっと悪かった今年は特にあのパフォーマンスよくなかったですけれども、えー、来年に向けてですね銀行株が良くなってくるんではないかなというふうに考えております。その 理由の一つなんですけれどもこの青い線がのの銀行株指数の推移となっていますそしてこのオレンジのところがですねアメリカの10年債の利回りなんですけれどもあの、まあ、よく言われますのは10年債の利回りが上がってくるとまあ銀行株がアートパフォーンしてくるよというふうに言われております。で今年 10年歳確か0.3%くらいまで下がったと思うんですけれどもそこでまあリバウンドしているところなんですね。で、まあ、銀行株もちょっとボトムから戻し始めているということなんですが、まあ、あのいろんなこう経済対策が行われる中ですね、まあ、あの短期金り政策金利の方は変わらないとしても、まあ、長期のところっていうのは、まあ、あの上がってくるんではないかなというふうに思っております。えー、ということで、まあ、銀行株がアートパフォームする準備ができてるんではないかなと思ってお いますで先週の金曜日引けた後にですね、あのー、新聞等でご覧になった方多いかと思うんですけれどもアメリカでは FRB の方がですね、えー、これは金曜日の引けた後なんですけれども銀行の自社株買いを認めるという発表を行っております。 で今年はあのコロナ禍でですね銀行 FRB が銀行に対してその自社株買いしちゃいかんというふうなこう命令を出してるわけなんですよね。で本業でお金がいるだろうからと、まあ、現金をセーブしなさいということだったわけなんですがでその解除が来年の第二四半期以降に起きるだろうというふうに見られてったんですけども実は今年も12月先週金曜日発表になりましたということで、えー、まあ,あの予想よりも早く 自社株買いが認められたということであります。早速ですね、J.P. モルガン早かったですよ。F.R.B. の発表があったとで,ですね、もうすぐ300億ドル、これ約あの3.1兆円になりますけれども、自社株買いを発表しております。この3.1兆円ってどういう金額かということなんですが、えー、J.P. モルガンの自社の自家総額の約ですね8% 超えるくらいなんですよ。ですから結構大きいんです。この自社株買いやりますよって言ってるんですね。で、あのちょっと調べてみましたところ、2018年の日本企業全体の日本企業全体が支持した自社株買いの総額っていうのが6兆円超えたということなんですけれども、ですからまああの来年の JP モルガンの自社株買いの金額だけで2018年の日本企業全体が行な 自社株買いの半分を占めるということですから、まあ、かなりの大金使って、まあ、あの自社株買いを行うということであります。で、えーまあ、JP モルガン非常にあのハイクオリティの銀行時価総額でアメリカ最大ということなんですけれども、えー、っとここはあの、えー、確かですね えー、アメリカ国内の売り上げが大体8割ぐらいあったということで、まあ、2割が海外ということで、まあ、割とアメリカのエクスポージャーが大きいアメリカ経済が回復してくると恩恵を受けるだろうということであります。であとこの会社はですね、えー、とここまあ金融危機のところなんですが金融危機のところから株価っていうのはかなり回復をしておりますこういったあの銀行です。 次このバンカメなんですけれども、まあ、バンカメも非常にあのいい均衡なんですが、えー、この会社は売上の9割がアメリカ国内なんですね JP モールが8割ぐらいと言いましたですから海外のところが10%ということでやはりこうゆえにアメリカの経済回復の恩恵をまあ最も受けるのではないかなというふうに思っております。 でこの3つ目がシティグループということなんですけれどもあの私ここ26年ほどおりましたんで、えー、なんとなくこうあの会社のことをよく分かっているんですけれどもここはあの非常にあのグローバルな会社でありまして売り上げの45%が北米なんですね65%海外ということで北米外ということで非常にあのグローバルなあの会社であります。でまあ、金,融あの金融危機の時に、まあ、かなりあの 株価下が下りまして、まあ、ここがボトムだったんですけども、えー、10ドル割れるっていうことがあったんですけどもまああのー、で、まあ、先ほど JP モルガンのチャートを満見たしました JP モルガンは金融危機の時よりも高いところ株価上がってきてるわけなんですがまあシティは未だにこのレベルであるということで、えー、ある意味、まあえー、ポテンシャルはあるということなんですけれども、えーまあ、そういうこうあのよりグローバルな銀行であると。 いうことであります。えー、まあ、株価のアップサイドっていうのは、多分、し能があるんじゃないかなというふうに考えております。四つ目の銀行なんですが。S. V. S. V. B. ファイナンシャルグループ。これ、あの S. V. B. って何かというと、これ数ヶ月前に、あのこの番組でご紹介しておるんですけれども。シリコンバレー。バンクなんですね。シリコンバレーバンクの略なんですが。 シリコンバレーにある銀行でありましていわゆるそのベンチャーに対して、まあ、スタートアップに対してあの、まあ、銀行業務を行っているということですから、まあ、通常のこう銀行と違うんですよね。こううん、テクノロジー、まあ、ヘルスケアのお客さんも持ってますけれども、まあ、ちょっとこうあのナスダック的な銀行であります。でちなみに ナスダック総合指数今年えっと12月22日までに43%ナスダック上がってるんですけれども、実はこの銀行の株って47%上がってるんですよ。ですからナスダックをアウトファームで S＆P 同期間銀行株指数ってのは20%下がってるんですね。ですからこの会社は銀行でもあるんだけれども、そのナスダック的なあのキャラクタリスティックスも持っているということですんで。 ナスダックに強気ですと来年、ナスダック上がると思ってますとそれからアメリカ経済回復すると思ってますとそういった意味で、えー、銀行株を買いたいということであればです、ね、あのこのシリコンバレーバンクファイナンシャルグループ SVB ファイナンシャルグループあの非常に面白いんではないかなというふうに思います。 アップルああのちらっと見えました金利が上がると全体的に株価が下がる気がしますがおっしゃる通りですただですね金利もですね急激に上がるとこれはマーケットに良くないですただその経済成長業績のあの上昇を伴いながら徐々に上がる分に関しては、えー、問題はないという理解でありますアップルですねこれあのー、昨日一昨日、えー、2024年に自動運転の車を 生産するだろううというのをロイターのスクープ記事だったわけなんですけれどもあの会社の方は当然ですがあのノーコメントということで会社から正式なコメントが出たわけではありませんですからその実際にですね2024年にアップルがどういう形でその車っていうのを作るのかアップルが車を作るのか もしくはそのライセンス契約でアップルの自動運転のテクノロジーもしくはバッテリーのテクノロジーを既存の,その自動車会社に販売するのかとまあそこのところはまだクリアではないということです。でたまたまあのテスラ、まあ、このニュースを受けて下、まあ、このニュースを受けてっていうか、まあ、テスラの下げは S&P500 に入るっていうことであのここ数か月間で株価が5割上がりましたんで、まあ、それのちょっと背ロンダニュースで下がってるわけなんですけれどもまあ この,このニュースは、えー、テスラにとって悪いというよりもむしろあと、まあ、iPhone の買い替え需要ということでありましてアップルに関しましては、まあ、今年の,あの秋に出ました iPhone12 ですねあの私もこういう仕事してますんで使ってみないと、まあ、あのあの恥ずかしいといいますか。あの 知らないんです。ってけもいきませんので、まあ実際買ってですね。この 5g っていうのを体感してみたわけなんですけれどもどうでしょうか？皆さんの中で 5g 経験された方はあのどのくらいいらっしゃいますか？渋谷でですね。渋谷の駅の近くでまあ使ってみたんですが。あの、とてもあの素人的な言い方をあえてさせてもらいますけど、すっごく早いわけですよで。 3G から 4G になったときに、まあ、4G っているのかっていうようなこう議論もあったわけなんですがで今も,もうう 5G なんていらんだろうとそんな速くなくてもいい,だいいだろうという意見もあるわけなんですけれどもこの速さになれたらですねもう戻れないですね 4G には。というようなあのことだと思います。5G が使えるエリアと思いうのはいうにまだ限定だであります。のでただこれから徐々に徐々に使えるエリアっというのが日本国内でも増えてきます。よと そうするとやっぱりこう買い替えしたいと思う人も出てくると思いますんで、まあ、実際この前アップルの需要が非常に強いというニュースも出ておりましたし、えー、これから数年間 iPhone の買い替えというのがあの出てくる需要が出てくるというふうに思います。であとアップルにつきましてポジティブなあの話ですが。 テクノロジーの,そのいわゆるコンスーマー相手にやってるところはですねそのサブスクリプションモデルっていうのがこうあの非常にこう交換されてそれによってまあバリエーション株のバリエーションも変わってきた例えばあのマイクロソフトがいい例なわけなんですけれどもこれアップルも現在そのアップルミュージックですとか iCloud ですとかですね、まあ、そういうサービスをサブスクリプションモデルでまあ提供してるわけなんですが。 将来的には iPhone ですとか iPad ですとかですね普通その何万円あのまあ例えば10万円以上するようなものもですねこのサブスクリプションモデルで買えるようになってくるとえそういうことを Apple やろうとしてるんではないかなという,こうあの見方がマーケットになりますでお話ししましたとおりそうなってくるとこれはあの株価のバリエーションにとってプラスなんですよね。 で、あの新しいそのアイフォンも買いやすくなると、あの買いやすくなるということでありまして、えー、まあそういう流れに今後なっていくだろうというようなあの考え方であります。でもう一つあのアップルの成長ストーリー、これはあの先月か先月前にも話しましたけれども、あのウェアラブルですね、あのアップルウォッチでありますとか、あのエアポッド、い、え、ま、ー、だにこうアップルをアイフォンを持っている人でも。 持ってない人たちが多いということで、えー、まだ伸びしろは伸びしろがあるということであります。まああのー、車の話出ましたけれども、まあアップルに関しまてはまだまだあのこれからも新しいテクノロジーが出てくるだろうということで、アップルの成長は止まらないということでありますので、えー、加えてあのアップルは非常にあの積極的な自社株買い、株主還元を行っております。 毎年4月に新しいのが発表されるんですけれどもまた来年も発表されるのではないかなというふうに思っております。バージンギャラククティックということでこれも数か月前にこちらでご紹介させていただきました非常にボラテリティの高い銘柄でありまして。 えっとこれ今年ですよね今年の3月ですかねはいそして、えー、っと私がお話したのは多分この辺りだったと思うんですけれども、まあ、何やってるかというと90分で宇宙旅行をしましょうと地球出て90分でまああの宇宙行って地球を眺めて10分間ほど確かあの止,まる止まってたと思うんですけれどもで地球地上に戻ってくると。 まあ、そのお題がです、ね、約6,000万円を超えるぐらいなんですけれどもあごめんなさい2600万円ですね2600万円を超えるんですけれどもこの銘柄っていうのがです、ね、アメリカであのいわゆるロビン・フッターの人たちで非常にあのお気に入りになっているということなんだそうです。ちょっとあの株価がです、ね、先週かな調整をしておるんですけれども これはあの12月15日の土曜日にです、ね、第3回目の宇宙へのテストフライトが行われる予定だったんですけれどもそれがあのうまくいかなかったということで株価が月曜日に15%下がっております。ですから事故になる前に未然に事故を防いだと。 いうことでありまして、会社の声明ですとまあ安全の技術があるために、まあ未然に防げたっていう言い方をしているんですよね。で、あの次またあのテストを行うということでありまして、まあそのテストが、えー、まあ今回あのあのできなかった分ですね。そのテストをやってうまくいけばまあ株価にポジティブな反応を示すと、まあこれがあのカタリストになるんだろうなというふうに思いまして。 来年実際にお客さんを乗せてですね、商業用のフライトが開始できるのではないかということであります。で、えー、次回テストフライトをやってもう1回やると確かあのあのお客さん向けが始まるということなんですけれども。 あと12月の18日にはです、ね、既存の株主が株式の売却を行うというのを発表しておりましてこれ、ちょっとマーケットやけネガティブに反応しているというのがあります。まあ、株主の説明ですと、まあ、資金のニーズ、他に投資先があ,ったとあるということでキャッシュしたいと、まあ、全部売っちゃったわけではないようですけれどもそういう,ような説明がありました。 でこの銘柄は非常にニッチな銘柄ということでありましてアナリストのカバレージも少ないんですけれどもアメリカではまだ9人しかおりませんでそのうちの1社の証券会社のアナリストがです、ね、12月21日にバージンギャラクティックの目標株価の方を30ドルですからこの辺りですねまでこの辺ですね上、えー、報修正をしております。 まあ、あの非常にこうボラティリティの高い銘柄ですけども長期的に非常に面白い銘柄だと思っております。え次にえー、っと t i k t ーが CTAS というあの銘柄でありまして、えーまあ、あの実は非常にあの地味な会社なんですけれどもあの素晴らしい 投資対象だと思ってます。えー、実は私90年の半ばぐらいですかこの辺ですかね実はこの会社の名前を聞いてあの今、ー、度に覚えてはいるんですけどもまあ、投資をすることはなかったんですが残念ながら、えー、その時投資をしていれば素晴らしいことになったということなんですどのくらい素晴らしいことになったかというとまあこれは2000、えー、あこれはあの過去 2009年末からのリターン今まで S&P500300% 上昇してるんですがこのシンタスのリターンっていうのはなんと5倍の上昇しているとそういう銘柄なんですじゃあ何やってるかということですが、えー、ユニフォームとかです、ね、制服等の製造レンタル販売を行っている会社なんですね。 であとあのビルのこう入った時こうマットレスとかありますけれどもあとあの洗面所のですね消耗剤、えー、清掃用のモップのレンタルそういうサービスを行っているという会社なんですがそういう会社の時価総額が3.8兆円あるんですよ3.8兆円。で全然あのシリコンバレーの企業とは違うわけなんですけれども。 まあ、あの要はそういうニーズがあるやっぱり経済の規模が大きいですからそういうビジネスやってるだけでも、まあ、4兆円近くのマーケットキャップになれるということなんですが今回ですね、まあ、コロナが起きまして、えー、コロナの期間中だけその期間だけ恩恵を受けるビジネスっていうのとコロナをきっかけにしてもう目が覚めたと。 きっかけとしてこれから成長を始めるという,こう2つのパターンがあると思うんですねコロナ関連銘柄といいますと。でこの銘柄はそのコロナ期間だけではなくてコロナをきっかけにあの成長するというあのパターンの方でありましてどういうことかというとですね まあ洗面所の消耗品とかですねまあ要はこのビルをきれいにするっていうところなわけですねですこの会社のマネジメントによるとですねえ消,消毒剤を使ったこのプロのサービスっていうのを使いたい会社が増えてきてるっていうんですよ。こののトレンドといいうのは変わらないだろうとじゃあどういったとこかっていうと普通の会社もあるわけなんですが。 役所それから大学なんてところがですね彼らのサービスを使いたいということで契約をするとこれって少なくとも数年間の契約コントラクトですから非常にいいわけなんですがそういうふうにビジネスが増えてきているということでありますで。株価のパフォーマンスがいいというのはお話ししましたで配当金は年に1回払っているんですけれども今年は1株当たり3ドル51セントの配当金を払っております。 で12月22日の株価をベースにしますと、まあ配当利回りは1.01%なんですけれども、まあ、過去5年間で,です、ね、年間27%増配を行っているとそういった会社であります。まあ、レベル的にちょっと高いわけなんですが、あのー まあ、アメリカの経済がこれから成長するとするならばとこれは私はするというふうに考えておりますこれから10年間少なくとも2030年に向けてアメリカの経済成長率と日本の経済成長率を超えた勢いで増えてくると、まあ、規模が大きくなってくるというわけでありまして、まあ、明らかにそのトレンドを受けるトレンドの恩恵を受け 受けるまあ今まで受けてきましたし引き続き受けてくるのではないかなというふうに思っております非常にあの長期投資として皆さんのポートフォリオの一部に入れておかれたらいいんじゃないかなと思います。次にですね。えー コンタムスケープという会社でありましてこれあの11月27日にスパックスペシャル・パーパス・アクジーション・カンパニーということで特別買収目的会社というふうに日本語で訳されておりますけれどもそのスキームを使ってあの上場した会社です。ここれははの,の会社はですね10年前に コンピューター科学者とスタンフォード大学卒業したメカニカルエンジニアの2人によって次世代のリチウムベースのバッテリー製造の研究開発を販売を行う会社であるということなんですが、まあ、株主としてですねウォルクスワーゲンが24%それから中東の,あのカタール投資庁が6.5%投資をしている、まあ、保有しているっていう会社なんですが。 ここのの取締役会一人にです、ね、テスラの元共同設立者 JB ・あのストラウ・ベルさんという方がいらっしゃるんですけれども彼があの参画してるんですね。でこの方はテスラにいるときにありとあらゆるバッテリーの調査を行っているそういう人らしいんですけれども、まあ、その人がこの会社にコミットをしていると。 ということはそのまあそこの会社の価値と言いますか？まあの将来性をですね。ま、ポジティブに見ているということじゃないかなと思うんですが、この会社の技術というのはですね。300マイル走るためのバッテリー。これを80%充電するのにたった。15分。かければ充電できるとまあそういったテクノロジーを待っているということなんですね。ただ、実際のその生産が始まるのはまだ数年先ということなんですが。 あのただ株価がすごいことになっておりましてあの11月30日にあの私あのマ真ク証券のマネクリっていうサイトでこのメーについてちょっとコメントさせていただいたんですけれども、まあ、その時の株価が37ドルでして昨日一日昨日一日だけで38%株価上昇してるんです。で,ドル67セントで引けておりますで今時価総額が約5兆円くらいですから。 すでにフォードの時価総額を超えておりましてパナソニック2.8兆円ぐらいだと思うんですけれどもパナソニックの時価総額も超えているという会社です。 で新グリーンエネルギー関連銘柄というふうに言えるかとは思うんですけれども、まあ、上場したばかりでありまして会社からまあ何かあのポジティブなニュースが出てるというわけでもありませんし、まあ、昨日、アップルがです、ね、自動あの先ほどお話ししましたとおり自動運転の車2014年でか,つかつバッテリーは自前で作るというふうにあの報道されてるわけですよね。 ですからそれってこののコロンタムスケープにとっていいニュースではないとアップル自分でバッテリー作りますって言われてるわけなんですが一つの,そのマーケットの見方としてアップルっていうのは潤沢なキャッシュを持ってますとこの会社を買収するだけのキャッシュを持ってるっていうような見方あくまでも見方の一つですけれどもそういった見方もありましたと。でより現実的なマーケットの状況の説明ですとですね こういう,こう新規上場した銘柄で株価が上がるとですねあの空売りしたいっていう投資家がいるわけですよそういうまあ,あのショーとしてもけようっていうあの会社が運用会社といいますかトレーダーがいるわけなんですけれどもそ,のそれがうまくいくといいわけです。でうまくいかない要はショーとして株価が下がるというわけなんですがショーとして株価が下がらないと何が起きるかというとですね株を借りてこなきゃいけないと。 でそもそもその IP o したばっかりの株っていうのはこうマーケットで借りる株ってあんまないわけですそうするとあの借りるための金利がすすごく高いわけなんですよで借りられればまだいいわけなんですがその場合によってはですね借りることができないという状況もあるわけです。で 多分なんですがこの株価の上がり方からするとですねショートをしたところが空売りしたところがですねカバーできない状況が続いてるんじゃないかということでここまで上がってきたんじゃないかなというふうに考えております。ちなみにですがトレードステーションではですね今月27番目にアクティブだった銘柄なんだそうです。 まあのひょっとしたら目先もうちょっと上がるかもしれないんですがさすがにですね、まあ、こういう上がり方をしている銘柄ですから、あのー、ここでお買いになるのはどうかなとは思うんですが、まああのー、将来的に非常にこう有望なテクノロジーを持っているということが でありますので、まあ、理想はですね一回ぐらい決算発表をやって、まあ、会社のマネジメントの話を聞いてみたいなと思うんですが、あの長期的にはこう要注意の銘柄だというふうに思っております。まあ、もしもお買いになるということでありましたら、まあ、あのワンショットで買わないで時間の分散でお買いになる方が良いと思います。 ローズ、えー、ティッカー LOW ということであの、まあ、ホームセンターのローズホームデポと同じ業界ということで私の非常にあのお,お気に入りの銘柄の一つであるんですけれどもえー、っと12月21日ですから昨日ですかねおとといかあまああの向こう時間の昨日ということでえー ウォール街のアナリストがです、ね、ローズの目標株価を今までの180ドルから190ドルに情報修正しててるところが出ております、まあ、ビジネスに対する自信の表れということなんですけれどもあの150億ドルの自社株買いをです、ね、この会社発表しております。 で発表する前の,そのまだ残っている自社株買いの額が47億ドルあるということですから合計約 200, ドル200億ドルの自社株買いができるということですでローズの時価総額1200億ドルですんで、まああので発行済み株のです、ね、大体17%の自社株買いを持っていると いうことですであとあの12月の9日だったと思うんですけれどもあのロー s はインベスターデーというのを行っておりまして、まあ、事業の見通しのアップデートをしているんですけれども、まあ、ビジネスはコロナ禍会社で予想している以上にまあ非常に堅調であるとで来年の見通しもこうガイダンスを引き上げているということです。で2023年までにですね300億ドルの株主還元を行いたいと300億ドルの株主還元を行いたいというふうに言っています。 この会社の潤沢なキャッシュフローそれからバランスシートのほうもしっかりしておりますので、まあ、極めて現実的なあの株主還元策だと思うんですけれども、えー、300億ドルといいますと今の時価総額の4分の1に相当しますから、まあ、あのすごいあれですよ、ね、株主還元策を持っている会社であるということであります。はい、これはあの 実はアマゾンの株の話のためにアマゾンのチャートを見せているわけではございませんで、これ1997年の5月14日からですね、ええ1998年の12月31日ですか、約まあ1年半くらいのアマゾンの株価のチャートなんですね。この間にアマゾンの株価っていうのは20%以上の調整っていうのをもう何回もやってるわけです。まあそうですよね。あの今でこそもう あの日曜日の『サザエさん』の広告コマーシャルやってるぐらい日本になじみがあるようにお茶の間の銘柄になってきたわけなんですけれどもまあ当時はあのハイリスクの銘柄だったわけですよで実際にあのジェフ・ベゾスがですねアマゾン立ち,上げ立ち上げるにあたって自分の両親からお金借りてるんですけれどもその時にこのビジネスの7割のお父さんお母さん7割の確率で失敗するからねそれぐらい行ったんですよねま。 それが今やもうあのガラッと変わってもう安心できる銘柄になってきましたよということでまあ今このアマゾンの株を買うことができないわけなんですが違う銘柄がありますとまさにこれに近いいい状況じゃないかと私が思っている会社でありますこちらもあの数か月前にご紹介した,した銘柄なんですがこれあの「ジュミア・テクノロジーズ」と。 いう会社なんですけれども、まあ、これがあのこの会社のチャートなんですが、まあ、非常にこうボラティリティの高い動きをしているわけなんですけれどもですからまあ株価が乱高下するのを嫌な人には向かない銘柄なんですが、まあ、なんであの向きませんよとあんまりこう乱高下する銘柄が嫌な人怖い人には向きませんよってお話をして実際そうになっちゃってるんですけれども。 ただあの予想外だったのはちょっと思った以上にこう株価が上がってきてしまったということなんですね。で特にあのこうニュースは出てないんですけれども、まあ、マーケットがこういう銘柄があるっていうのをこう発見したためにこうあの興,味もある興味ある人たちが買ってるんだと思うんですけどもこれあの何やってるかといいますと、えー、初めておかあの気になる投資家の方にお話をするとですねフランスのル・モンドがアフリカのアマゾンって呼んでる会社なんですね。 でナイジェリアエジプト南アフリカガーナそういったアフリカのですねアフリカの、えー、全体の GDP の7割を占める国11か国で、e、コマース事業を行っていますでこの分野でアフリカ最大の会社ということなんですけれども、えー、ADR ですねであのこのジュミアの,あのアクティブユーザー、まあ、お客さんの数はたったの610万人なんですよ現在。 ただ1年前と比べると4割増えてきているとで日本で例えば楽天の利用者っていうのが4800万人くらいらしいんですけれどもですからまあユーザーの数は6あの楽天の7分の1ぐらいなんですよただ日本の人口は1億2570万人くらいでして一方でジュニアが営業を行っている国々の人口っていうのは今すでに6億人なんですねでアフリカの GDP の7割を占めるということ なわけなんですけれども、あのまあ、何を扱っているかっていうとまあいろんなものを扱っておりまして現在その流通している取扱い総額っていうのは1300億円ぐらいあるんだそうです。で、私はこの今というよりもですね、このアフリカのその可能性、アフリカの可能性といいますとあの時間の簡単で簡単にお話しますけれども。 アフリカ大陸っていうのはこれから世界で最も人口が増えていくとアジアよりも増えていく大陸でありますよとで加えてまあ経済成長率がありますよって中間層が増えてくるとまあそういった中でですね非常にこう長期にわたってポテンシャルがある会社だというふうに思っております。そういった意味であの長期的なバイアンドドホールドの えー、保有銘柄ではないかなということで、あの私もあのあの非常に興味を持って見ております。はい、テスラなんですけれども、えー、12月21日。 の朝ですね、今週の月曜日の朝 S&P500 入りをしたということでありまして S&P500 の時価総額の1.5%を超えているとで時価総額ランキングでは6番目に大きな会社であるということでまあインデックスに入るっていうことで株価も上がって皆さんフォーカスされておったと思うんですけれども、まあ、あのこのイベントは終わりましたということです。でじゃあ次とということでそのインデックス入った後の まあ、テスラの長期的な投資のテーマっていうのを確認したいと思うんですが、あのーまあ、今 e b 車っていうのはこうあの日本でもこう注目を浴びておるわけなんですけれどもむしろその e b 車っていうかです、ね、このテスラのところ私が気にしてるのは自動運転のの技術のところなんですよねでイーロン・マスクはですねテスラの車の1台あたりの、あのー、自動運転の価値 万万ドル約 1, 万円くらいいあるるううふうに言ってるんですよであの将来的にテスラもですねその自動運転のを使うにあたって、えー、それをこう 1, 回売るんで1回で売るんではなくて先ほどお話をしましたサブスクリプションモデルつまり毎月そのユーザーフィーを使って自動運転の技術をこう借りるっていうか使うそういうふうにこうやろうとしているようなんですね。 で,ですからまあそれが来年こう発表されるとです、ね、より具体的にこうニュースとなって出てきますと、まあ、マーケットは交換される、まあ、カタリストの一つになるんではないかなと思います。でじゃあ何でそれがテスラできるかその技術の素晴らしさのもう源になるところなんですけれどもこれあの運転今までしてきたあのデータなんですよね。でえー、とどういうういいことかというとか、ね、テスラって 150億マイルのデータを保有しているんだそうです。で、それをクラウドに上げて分析をしているということなんですけれども、次に来るのがですね、どこかというと Google なんですよ。で、Google がですね、2500万マイル、たった2500万。テスラが150億マイルのデータを持って分析をしているにもかかわあのしてるんですが、次のナンバーといのを Google は2500万マイルしかないと。これがですね。 テスラを他の会社とと差別化してているあのとても大切なポイントななんですねなので、えー、よくその自動あの EV 車っていうとそのじゃトヨタもできるじゃないかっていうようなことをおっしゃる方もいらっしゃるんですけれどもあのもちろんできるんですがこのデータなんですよこの,あの運転したデータ精度の高いデータっていうのは非常に価値があるという,うに言われておりましてこれを持ってるのがテスラだけなんです。だからテスラというののは他の会社と比べて 数年先、四年先を言ってるって言うんですね。だから、他社が同じようなことができると、テスラはもっと先に言ってると。だから、テスラが強い。 で現在テスラっていうとアメリカにギガファクトリーと呼ばれてます工場2つ持ってましてあと上海に工場を作りましたそしてベルリンにも工場を作りましたということで、えー、4つの工場でまああのあの大量生産をつくあのやるってわけなんですけれどもあの12月に入ってからもですねテスラ50億ドルの追加の増収をあの発表しておりまして、まあ、現金ありますんでですね必要があればあの追加で工場を作るっていうこともあのそういった可能性もあるのではないかなというふうに思っております。 でこのテスラを分析するにあたってです、ね、あのアメリカにです、ね、2人、えーまあ、長い間テスラを分析して当たってきている人がおりましてこれあのアークインベストメントのキャッシー・ウッドさんというのとです、ね、あとループベンチャーのジー・ムンスターさんというこの2人いるんですけれどもたまたま私です、ね、あのこの金融業界におりましてこの2人と実際こう会って話をする機会もあってあの引き続きあのあのいろんな教えてもらうことがあるんですけれども。 例えばこのジンさんはですねテスラの3年後の目標株価というのはドこれはあのまあそんなか私が簡単に数分間で話せる話ではないんですけれどもあのイーロン・マスクの方がですねこの車の価値っていうのはの価値の3割4割は保険だっていうんですね。保険料でテスラは 運転のそのデータ、先ほどお話しましたこうすごいビッグデータを持ってますから、それを使ってその保険料の適切なそのプライシングができるっていうんですよね。で、テスラがですか将来的にその保険料保険を 出すということでそこからのその売上っていうのもありますよとあとはそのいろいろとその、えー、自動運転のタクシーとかですね、まあ、そういったいろんな話があるんですけどももう一人あのキャッシー・ウッドさんというのは2024年までにテスラの株っていうのは7,000ドルっていうふうに言ってるんですよね。 で私は正直とかわからないです。2000余額になるのか7000になるのか分かりません。ただ少なくともあのテスラがやろうとしているってことを考えますとですね少なくとも数年先っていうのは今のレベルよりも高いんではないかなと思います。ただあまりにも急速に上がってきましたのである程度の株価の調整っていうのはこれは必要だと思っておりますがですんであの乱高下する銘柄だと思います。毎年あの5割以上の調整しています。そういった意味ではあの。 それが起きても構わないという投資家はですねあの方はまあ時間の分散でお持ちになってもいいんではないかなというふうに思いますアマゾンですけれどもあの11月12月株価ほとんど動いておりませんあの今年クリスマス商戦アマゾンすごくいい数字を出すと思いますんで私はこのレベルというのは動いてないレベルというのは買いだと思っています。 でストリートの目標株価コンセンサスはえっと三千二百六ドルこれは平均のターゲットなんですけれども、えー、昨日が三千八百二十ということなんで約まあ二割ぐらいのアップサイドがあるんじゃないかなと思います次に出るのがまあ決算発表ですが一月三十日なんですねこれ去年が六ドル四十七セント のよあだったんですけれども、まあ今回現時点での予想が 7, 7ドル10セントということで、まああのー、まあいろいろと現状を考えみますとですね、まあ予想が回る数字が出ても全くおかしくないというふうに思っております。多分最後になると思うんですが、えー、っとですね、まあ同じくあの長期的に魅力的だと私は思っております銘柄で。 えー、ジローグループっていう会社なんですけれどもあのティッカーが、Z、ですで日本語だとこうジローグループって言われるんですがあの太郎さんジローさんのジローではなくて Z ですから正確に言うと「ゼロなんですが、えーまあ、日本語だと、まあ、ジロになってしまいますけどでアメリカの,その株式市場で,です、ね、注目を浴びたセクターというか銘柄っていうと。 あのいわゆるそのディ,スラプディスラプティブって言われてます破壊的っていう意味ですけども、まあ、今まで当たり前だったことを、まあ、あのぶっ壊すという考えですよねですからこのウーバータクシー業界の常識を変えたとアマゾンが小売業界の常識を変えたとディスラプトしたということなんですがやっぱ世の中にはそのディスラプトできない業界ってあるわけです。例えば不動産 っていうのが、まあ、あのディスラプト難しいんじゃないかなって言われたわけなんですね。で、ただ、この会社はですね、あの次郎さんはですね。それをこう、やりつつあるわけでありまして。 その例えば皆さんあのご自分でお,お家をお買いになった方どんだけ大変かっていうのをこう体感さ経験されていらっしゃると思うんですけれどもまず探すのも大変だしですし探した後今度はあの住宅ローン、まあ、現金で買える方は別として住宅ローンを取るためにはです、ねまあ、銀行に行ってあの、まあ、銀行いろいろと比較してですねであといろんなその審査のためにこう情報を持って用意しなきゃいけないと、まあ、すごい手間かかるわけですね。でまあ、契約でまあ時間かかかっったたりりとか銀行行ったり といろんなこう手間がかかるわけなんですけれどもそれをですねもともと、ね、中古住宅の不動産情報っていうのはインターネットでこう見せるだけだったんですがえこの会社はその煩雑なこの手続きを全部この会社がやってですねこのシームレスにやろうというわけなんですよ。 であのまあ、そういったところをです、ね、株価マーケットを非常にこう高く評価してくれてこういった株価の上昇となっているわけなんですがアメリカの,その中古住宅状況というのはこのローズの時にお話し何回も差し上げていると思うんですけれどもあの不動産の,その中古住宅の取引の市場規模年間1.2兆ドル120兆円を超えているというんですねアメリカね。 で日本の,その流通量の20倍ぐらいあるとアメリカは非常に大きなマーケットなんですけれどもでこの,の「zero」のサイト昨年80億件の不動産物件を見に来る訪問者がいたと。 あと今年の第二四半期ですね平均月間ユーザー2億人を超えているとあとあの検索された物件の数は25億件ということであのやっぱり非常にこう流動性の高いマーケットでこうあのお客さんに対してすごくこう,うまくこうアピールしてまあ人気がある需要を持っているという会社であります。でまあそういった意味で不動産のマーケットアメリカもいいですしですねまああマーケットの規模が大きいということもありまして。 えーまあ、私は非常にこう長期的に魅力がある会社だというふうに思っております。ということで、えー、ちょうど90分になりました今年最後のマーケットセミナーの終了ということでありまして、えー、繰り返しで大変申し訳ございません、あのー、アンケートの協力ぜひよろしくお願いいたします。で来年なんですけれども 1>, 1月16日にはですね「マネク証券のお客様感謝デー」ということで30分ほど私はアメリカのお話をさせていただきます。であとこの今回やっておりますマーケットセミナーあの来年の1月末26でしたっけね、えっと、木曜日だったと思うんですが28ですね、えー、木曜日8時にこれをやらせていただきます。それから新しい企画でですねあのこれはあのとても初心者向けなんですけれども あの私12月からですね S&P500 とナスダック0 0の投資信託自動引き落としで毎,毎日買い始めたんですけどもあのそういったパフォーマンスの紹介とですね実際のどうなったかっていうのとあと先月の1か月前のマーケットのパフォーマンスのリビューとかですねあのそういったのを入れて短編の動画配信を行う予定でございます。 新車向けであります。ごしご興味ある方はぜひご覧くださいということであります。ではあのマネックス証券、えー、今年も大変あのお世話になりましてどうもありがとうございました。まあ、来年がですね皆様にとりまして、えー、投資良い投資の年になりますことをお祈りしております。ではちょっと早いですけれどもあの皆様良いお年をお迎えください。どうも今日はありがとうございました。おやすみなさいませ。失礼いたします。